はい、ざっと皆さんにこう作る様子を見ていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。今回はね、こういう狭い空間の中に、作品を作るシチュエーションで、お花を生けました。オープンな空間で生ける場合と狭い空間で生ける場合はお花の生け方が、変わってきます。オープンな空間の場合はアクセントラインがこう空中にあって、その中に作品が入るような感じになるんですけれども、狭い空間だとアクセントラインが立体化したような感じになってきますね。まあ、ただ、まあ、オープンな空間でもアクセントラインの中間に入れる場合ももちろんありますけれども、まあ、今回必然的にやっぱりそういう風になっていくということですね。なのでちょっと生け方が変わってきます。またこういうねシチュエーションカットの動画、あ、しちゃいました、現場池の動画、現場池の動画っていうのは結構、撮影を重ねてますので、こういう動画もどんどん含めながら、作品を作りながら説明しながらという動画も、盛り込んでいきたいと思います。これからもフラワーテレビをよろしくお願いします。これから最後、番組の最後にいつも、チャンネル登録お願いしますっていう文字を入れてるんですけれども、チャンネル登録、今日は言葉で皆さんにお伝えしようと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後に出てくる僕の顔の写真をクリックしていただくとチャンネル登録の場面に行きますので、そこからチャンネル登録をすることができます。はい、あと合わせてインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time.